本日はサニーキャッチボール潜入第3弾です。本日は高学年編、全編中編は概要欄から。無理しない方がいいよ。ちょっと軽くさ、今跳ねたりするけど、痛かったらこっち今日いっぱいいるから、少し別でトレーニングなりストレッチしましょう。じゃあ最初また手拍子、みんなで元気よく、はい、そしたら1分でコンパで、じゃあリズム合わせてね、いくよ、せーの、はい、OK、2つ目、せーの、ほいほいほい、ほいりーちゃんどう？りーちゃん、たぶんできます？マジでいけそう、いけそう、オッケーで、また教えてね。そして、よし、いって、おーおー、いって、おーおー、いって、相手にグローブ、左手を向けてあげると、なじむ。そう、そう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 。いよいよ、それで一回投げてみて。あ、そうそうそう。そう。そうだ、はい、ネスト。じゃあ、ラスト1球ずつ、ラスト1球。次投げる姿勢のとこまで。Mm-hmm.
からでいいよ、取ってからで。1、2、3。そうそうそう、優しく投げて取りやすいように。そう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 、1、2、3。じゃあ今から守備始めます。まずこの間もやったけど姿勢の確認からしていきます。まず肩幅ぐらい、肩幅でちょっと広いぐらいで、つま先中入んないように、そういいね。で右利きの人、左足を半歩前、左利きの人は右足を半歩前、 OK。 でつま先より膝が前に出ないように、そういいね、いいね、いいね。そう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 、もうちょい幅狭めてもらって、膝がこうやって中に入らないように、膝が中に入る、つま先と膝が同じ、そう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 。で姿勢がお尻上がりすぎないでこうなったり、こうなりすぎないように、うもうみんなきつい、頑張れ、きつい、頑張れ、よし、いいよ、一回いいよ、いいよ、いいよ、いいですか。そしたら手の位置なんですけど、もっとちょっと辛いんだけど、今見て頑張れ、手上げます。はい、手上げてください、ちょっときついけど、でそのまま力抜いて下ろします。あ、降りちゃった、そう、そしたらこの位置で取ります。ちょっと待って、なんかもう一回手を上げて、はい、見て見て見て、下ろして、ほら、ここ下つかめ、下つかめ、ここの位置で取る、オッケー、よし、オッケー、いいよ、いいよ、失礼します。よし、今の姿勢を意識しながら、この間も言ったゴロをお互い投げ合ってもらうので、あたりしてくる、さっきの勝ち方の手を上げてもらう、はい、行くよ、はい、はい、OK。 頑張って、頑張って、頑張って、うん、よし、じゃああと1回ずつ、最後1回ずつやったら次のメニュー行くから、最後1回ずつやってください。あのこれ基本の姿勢すごい大事だから、これからねまたいろんな守備やっていくと思うんだけど、ちょっとあの忘れちゃった時はまたこれ思い出して、ちょっときついんだけどね、やってみてください。じゃあそしたら次は落ち際の練習をしたいと思います。落ち際は多分みんなあのやった子もいると思うんだけど、ここね、落ち際、これ落ちてくるとこで取るっていうのをやりたいと思うんだけど、最初あの面で取っていいから、で、あの形とかも最初気にしなくていいから、もうとにかくここで取れるように、ドーン、よし、オッケー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 、そうだ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 、オッケー、そう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 、オッケー、オッケー、オッケー、いい感じ、オッケー、オッケー、オッケー、そうそうそう、上手、もし合わなかったら、あの、そう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 、バウンドだけやってれば、取れなくて、うん、次だ、よーし、よーし、よーし、オッケー、オッケー、オッケー、いいね、ナツキちゃん、オッケー、オッケー、オッケー、そう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 、バイブの時次だ、よーし、よーし、よーし、うまい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 、次だ、オッケー、よーし、いいね、上手、上手、よし、次だ、オッケー、いいね、オッケー、オッケー。じゃあちょっとみんな落ち際できてたから、ちょっと次ショートバンド行ってみようかな。ショートバンドってなんだかわかる人そう、そうそうそう、上がってくるところ、当てるだけ、今か取んなくていいから、今のバウンドでちょっと入るように、もう一回、はい、いきます。でちょっと前で合わせづらかったら下がって合わせてもいいから、前でも後ろでもどっちでもいいから、一回今のこのババンのバウンドでグローブ当てるやつやってみようか。よし、いいね、そう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 、いいし、オッケー、
ダーンと言って、いいね、ちょっとそこ、そう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 、いいよ、キレイちゃん、いいよ、今の感じ、今もしかしたら片手出したらいいかも、そうだね、ここ当たったね、いいよ、ポイントはできる？今どうだった？そうそう、ありがとうございます、 OK、 ナイス、一気の最初膝タッチなんだけど、最初回してきたポイントどこかな、そうそう、いいじゃないか、いいじゃないか、 OK、 膝タッチと同じ、おー、ナイス、 OK、 いいよ、それ使ってていいよ、そう、膝タッチから 1、2、3、いいね、 OK、そう、そしたらちょっとだけ伝えてもらって、そう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 、オッケー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 、よーしゃー、いいね、いいよいいよ、よーし、オッケーオッケーオッケー、いい感じ、いい感じ、これはまだ1、2の踏み込むときは、そうそう、ここがまだ1、2のぐらいで打てるように言ったら1、2の、実際ここ進む止まらないんだけど、そんぐらいの意識でキーバットちょっとゆったりとかやってきて、そうだ、きれいきれいきれい、 OK OK、 よし、やってみよう、よし、こっち、こっち前に、1、2、3、そうそうそう、 OK OK OK、 じゃあ、みーちゃんちょっとシュしといて、2人に、よし、せーの、ちょっと、1、2、3、そうそうそう、オッケーオッケー、そしたらもうちょいこっち行ってみようか、ちょっと待って、よいしょ、せーの、1、2、3、そうだそうだそうだ、オッケーオッケー、いいだけいいだけ、1、2、3、そう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 、オッケー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 、そうだそうだそうだ、オッケーオッケーオッケー、じゃんけん、
けどすごいみんなレベル高くてすごいびっくりしました。でちょっとねこれからミオコーチオンラインでのサッカーになるんだけど、またみんなとオンラインで野球できるのをね楽しみにしてるので、ちょっと今コロナとかもあるから今日はありがとうございました。みんな日に日に元気になってすごいこっちもやってて楽しくて、ミオコーチが今日ショートバンドこういうやり方とかいろいろ教わって、みんな前より全然ショートバンドの入り方とか上手になってるから、これからも今回美穂コーチがやってくれたものとか他にもいろいろどんどん試していって、おのおのが上達できるように頑張っていきましょう。以上です。じゃあ今日のスクールこれで終わります。はい、じゃあみんなしっかり手洗いうがいをして、今日お兄さんがちょっとシュークリーム持ってきてくれてるんで後で持ってください。はい、じゃあ気をつけー。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様。じゃあ自己紹介お願いします。北小学校4年生10歳の清水ほのかです。はい、ほのかちゃん、でほのかちゃんね、いっぱい最初からスクール入ってくれてたんだけど、スクールはどうですか今？めっちゃ楽しい。あ、よかった。楽しい。よかった、楽しい。じゃあ何が一番楽しい？どんなことが楽しい？練習とか？みんなと練習できて楽しい。おお、そっかそっか。いつもね男の子とかいっぱいいるチームでやってるよね、うん、けどほのかちゃんのチームはお姉さん2人いるもんね、うん、だから女の子が3人チームにいてできてるんだけど、うん、なんか今日教わったこととかでなんか勉強になったかなっていうところなんかありますか？小判の取り方とか、うん、なんかグローブいつも寝ちゃってるから縦にすると取りやすいよって言われたから、それを生かしていこうかなって素晴らしい。 OKOKOK、okay, okay, okay、じゃあちょっとそれまたチームに持ち帰って練習してみてね。はい、はい、じゃあ翔平 TV さんぜひまた見てください。はい、動画出るからね YouTube。 出ちゃうよ出ちゃうよ出ちゃうよふふとか言って出ちゃうよ。じゃあね、出る時また楽しみにしてね。見てね。はい、じゃあバイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。で行きましょう。はい、最後は翔平のサイン会となります。みんな列を作ってサインを求めてきてくれました。いや本当にありがとうございます。
ありがたいことにみんなの方からね、声をかけてくれました。すごい、翔平嬉しがっていました。本当にみんな元気でいい子たち。いやー、これは野球も上手くなるなと。やっぱ野球は元気が一番ですからね。本当にこのまま元気よく野球を続けてください。そして加藤さんからサインをもらったらお礼を言ってと、礼儀についての指導もありました。こういったところも成長できるのかなとか思います。サニーキャッチボールは体験会もやっています。各種リンク動画の概要欄にありますのでチェックしてみてください。はい、気になった方はぜひ練習会参加してみてください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。